さきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日は暑い季節におすすめの大人の涼しげに見えるまとめ髪をやっていきたいと思います。はい、シャツにも T シャツにも何でもトップスに合うアレンジになってますし、これからの時期顔周り結構ベタつく方いらっしゃると思うので、そのベタつきが出やすい季節にもぴったりなアレンジになってますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。5滴くらい出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から表面まで順につけていきます。顔周りもしっかりとつけていきます。顔周りや毛先にパサつきやほげが出やすい人はツヤが出たら OK です。全体の髪の毛を耳よりも少し下の位置でまとめていきます。カラーゴムを少し大きめなこのくらいの大きさに作ります。1本を二重にします。二重にした状態のゴムで結んでいきます。ゴムの部分を持ちながらトップにボリュームを出していきます。そして耳後ろの2箇所ほぐしていきます。毛先を3つに分けます。三つ編みにしていきます。こっち側の髪の毛を反対側に渡して真ん中の髪の毛を持ちます。こっち側の髪の毛を反対側に渡して真ん中の髪の毛を持ちます。これをもう一度繰り返します。2回できたらまとめていきます。前に持ってきて結んでいきます。少し毛先を広げます。三つ編み部分をほぐします。この状態だとほぐすのが難しいので、頭を少し傾けると見えるこの側面をほぐしていきます。反対側も同じように少し頭を傾けて見える側面だけほぐしていきます。毛先の部分が乾燥していたらもう一度オイルをつけて整えたら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ポイントはゴムを長めに作ることで何回も結ぶのでおしゃれ度が増すっていうのと、と量が多い人はそれを二重にすることで強度が増します。あとほぐし方は横から見た時に見える部分だけほぐすとより簡単にほぐしやすいので、ぜひ参考にしてみてください。これからの時期にぴったりです。バイバイ。